どうも、わきです。ペナント実況をやっていきましょう。さあ、では今回は3年目オフシーズンやっていきましょう。そしてですね、ただいま平均高評価数が300超えで、このペナント実況を毎日投稿という企画を行っております。ペナントの動画を毎日見たいよという方は、ぜひとも高評価チャンネル登録をしていってください。さあ、では早速やっていきましょう。3年目のオフでございます。いきましょう。さあ、まずは誰か FA するのかどうかというところです。さあ、ソフトバンクから森選手、さあジャイアンツからは楊大観選手が FA 宣言しております。はい、いや、外野のレギュラー楊大観選手が FA ということで、いやー、これも結構大きいな。毎年レギュラー級の選手がいなくなっているという状況ではありますね。沢村投手、菅野投手、楊大観選手と、まあでも坂本選手が、ここまで FA してないっていうのは助かるというところでありますね。で、他球団といたしましては、西川選手、中村晃選手、森選手あたりが FA しておりますと。はい、改めてこのペナント実況のルール設定を確認しておきますと、FA での他球団の選手の獲得を禁止、そしてトレードの申し込みを禁止、さらに FA の残留交渉を禁止ということで、はい、かなり過酷なペナント実況にここからなっていくと思います。では行きましょう。ということで、毎年恒例、まずは助っ人外国人選手の補強をやりたいんですが、もう今は決まってます。ピッチャー抑え投手が欲しいです。はい、もう抑えピッチャー、いいピッチャー、ぜひ、発掘しましょう。で、そうだ、今年のあれですね、タイトルとかをまだ確認していませんでしたと。はい、MVP はジャイアンツ丸選手、沢村賞エマーソン、あ、ここは前回見たんですね。で、詳細な成績が見れないというところで、はい、もう見れるようになったかな。日本シリーズ前に確認しないと見れないというところがあるんですよね。はい、見ていきましょう。エマーソン、さあ、その沢村賞を取ったエマーソンですが、防御率 2.82、 15勝7敗という成績でございました。で、どすこいこと山口投手、いやー、今日頑張ってほしい。これ試合前にね、プレミア12の試合前に今撮影しているんですが、今日先発頑張ってくださいというところです。で、大金 3.24、 いいピッチングですね。はい、で、赤塚やば 1.87、 いや、赤塚大金が素晴らしいですね。はい、で、田口投手、今村投手という形に、あとは先発ピッチャーになっています。で、後ろでは畠投手がかなりいい成績ですね。中川投手は左のワンポイントで今年使っておりましたと。はい、で、野上投手、田原投手、谷岡投手と。で、フローリーがそろそろ能力を落ち始めるんで、来年からここを本当に補強しないといけないですね。今まで安定感抜群の2年間だったので。はい、で、手動、これ須藤じゃないんですかっていうコメントがあったんですが、手動です。この手動 0.55 という防御率、ルーキーでは本当に素晴らしい活躍でしたね。新人王を獲得しましたと。はい、で、野手の方を見ていきますと、吉川尚輝選手52盗塁、2割5分3厘。ちょっと今、楊大観選手がいなくなって、スタメンがかなり変わっていますが、打順が変わっていますが、まあまあ、それぞれどのような成績だったかというところで、こんな感じの成績ですと。もう坂本選手はさすがの安定感ですね。で、岡本選手は今年途中でアベレージヒッターも獲得しまして、3割しっかり打っています。コープリーがあんま打ってないな、コープリー。やっぱ疲労回復上げないといけないですね。はい、まあ、ただ、コプリーに関しては守備面での貢献もありますが、疲労回復を上げましょう。で、北村選手、まあ、今年途中からスタメンを勝ち取ったんですが、来年はぜひいい成績残してほしいですね。まあ、まだまだ特能も揃えていかねばというところではあります。チゾーム、まあ、チゾームは盗塁数がね、非常に多くて、まあ、ホームランも2桁を打ててというね、非常にいい選手ではありますね。で、住谷銀次郎選手と。で、今年なんですが、かなり多くの人数を、自由契約にするつもりです。というのもですね、実は、能力覚醒していた選手が2人いまして、まず1人目がこちら、はい、この、小高という今年のルーキーですね。はい、なんと能力覚醒して将来性も中村翔成選手を超えてきたというところであります。で、もともと代打も持っていたりしたので、これはもう来年から1軍に入れて、まあ、2番手捕手かつ代打というところで、この大城選手の代わりで使っていこうと思います。で、大城選手の将来性がこんな感じなんで、大城選手も今年自由契約という形になるかなと思います。まさかのまさか、すごい覚醒がありましたね。で、もう一つかなり嬉しい覚醒がありました。それがこちら、はい、山下選手、能力覚醒いたしました。はい、もうすでにパワーが A になっていて、非常に期待していたところだったんですが、
最後の方に能力覚醒しておりまして、パワーが S95、ミートも E45 というところになりました。で、打撃型なので今後、まあ今存在感をつけているんですが、存在感つけたら、まあ粘り打ちも取ってますし、ミートとか上げていこうというところですね。まあもちろんスタメンで使ってもいいんですが、代打も持っているので、はい、まあ守備面考えて来年どうしていくかというところであります。まあこんな2人の覚醒があったり、投手陣も育ってきていたりするので、 1,2,3,4,5,6,7,8 だいたい20人近くの自由契約が今年のオフにありますというところであります。ということでやっていきましょう、契約公開。さあ監督は、まあまあ、お、阿部監督なんていうのもいますが、まあまだまだ先の話でありますと。はい、お、吉村打撃コーチはね、まあチャンスいいんですけど、はい。あ、橋本至る守備走塁コーチかな。レーザービーム守備職人悪くない。走塁だけだったらこっちの方がいいんじゃないかとか思っちゃうけど、1億は高すぎるな。であれば亀井さんが今年いるなと思っているので、はい、いやーでも橋本至る選手ありですね、これ。レーザービーム守備職人か。うん、盗塁内野安打、内野安打って結構微妙だなと思うところはあってですね、ちょっとこれにしよう。 OK、橋本至る守備走塁コーチちょっと頑張ってもらいましょう。 OK。 ただちょっとまだわからないのが、ここからコーチ契約があるというところですね。ということで、まあ年俸をざっと見ていこうというところであるんですが、まあエマーソンが上がって、まあチゾムとかはだいたいその辺で、岡本選手とかも徐々に上がってきていますと。まあ赤塚がプロ2年目で1億5000万というね、本当に夢のある世界ではありますね。はい、まあ来年3年目というところでしょうか。はい、で、そうですね、山下選手の覚醒もあったので、バレンティン選手、まあ今年活躍してくれましたが、まあ1年で、終了というところでもいいかなと思っています。海外スカウトはちょうど同じぐらいの選手がいたので、ここはもういいでしょう。はい、自由契約、まあどっか他の球団が拾うかもしれませんね。まあ主導は1億1年目で乗せてきましたね。はい、コプリーとかは逆に下がってますね。ということで、いろいろと眺めていた後で自由契約選手をお話ししていくんですが、まずは誰が引退するのかというところで、やっぱり岩隈投手、五十嵐投手は引退になるかなと思いました。さあ投手コーチでどうでしょうと思ったんですが、まあ内海投手コーチの方が強いかなと。あ、国内スカウト調査力 A、 国内スカウトや、よし。うん、投手コーチ期待したんですが、まあ存在感はいいんだけどな。ただまあ内海投手 BB なので、やはり内海投手にはなるかなと。まあでも存在感っていうのは本当いいな。はい、そういう意味では雇ってもいいですけど、まあでもやっぱ BB を優先します。はい、で、あと見ていきますと、こっからですね、まずはちょっと外野手というところで、亀井選手を、そうですね、コーチにしたいなと思っています。うん、では亀井コーチ、はい、コーチと選手が混ざりました。亀井選手をコーチにします。守備走塁コーチ1で、これでいきましょう。 OK、 これでまあ盗塁走塁要員はできましたと。はい、で、あとはレーザービームと守備職人という、まあコーチとしてはいい形にこうなるんじゃないかなと思います。 OK、 でこっから自由契約選手のお話ですね。まずピックアップしたところとしては、岩隈投手、五十嵐投手が引退したのでそこは除いて、次、田原投手、はい、田原投手も将来性があまりないというところなので自由契約でいきます。で続いて古川投手、ここはもう年齢と将来性を見て、自由契約という形で考えていますと。残念ながら坂本選手もそのような形になりました。で桜井投手が将来性が全然ないんですよね、そこが非常に残念ではありますと。で続いて戸根投手、はい、もう左のワンポイントも他でできてきたというのもあります。で、最後池田投手も将来性があまりなかったというところで、はい、もう29歳というのもありますね。はい、で続いて野手、まずはキャッチャーから見ていきますと、先ほどお話ししていた残念ながら大城選手、今年のシーズンの成績はまだそんなに反映されてないので、もしかしたらその辺の将来性とかも、来年のアップデートでは桜井投手と含め変わるかもしれません。で岸田選手、田中選手、
はい。で続いて渋川選手もですね。はい。で続いて、川島選手、まあ、今年1年間頑張ってくれましたが、いろいろ若手の、はい、あれもあるので、ここも自由契約で、吉川大輝選手も自由契約、まあ、一応コーチとしては、まあ、亀井さんの方が上ですね。はい。で亀井選手、バレンティン選手ということで、うん、これ OK ですね。はい。まあ、今年は結構人数もこうしっかり確保した上で、オフに行きましょうという感じです。さあ、亀井さん、橋本至さん、岩隈さんというスタッフ陣に、新たなメンツが加わってきましたと。いや、福留打撃コーチはいいですね、有能ですね。はい。内川監督になりました、ソフトバンクは。さあ、ということでドラフト会議に行きましょう。さあ、今年はそんなに今のところラインナップが豪華っていうわけではないんですが、20人増えているので、まずは全員確認していきましょう。はい。今のところドラ1候補はピッチャーにいまして、これか、掛川、あ、こっちか、土肥か、掛川がどっちだったっけ。また同じような選手が2人、ラインナップされていますが、これはこっち行った方が良さそうですね。はい。こっちは競合するでしょう。間違いなくドラ1で競合しそうな選手でありますと。はい。沢野、この選手も良さそうですが、おー、キャッチャーいい選手います。ただ今キャッチャー中村翔成選手と、まあ、先ほど覚醒したルーキーと2人いい選手がいるので、無理に行く必要はないんだよな。その2人がいなければドラ1かなと思うところもあるんですが、はい。そうですね。ではピッチャー行っといた方がいいかなと思いますね。うん、これはもうピッチャー行きましょう。まあ本当にここに関してはドラフト、競合を避けてこのこちらの選手行きたいと思います。さあ、ドヒ来るな、ドヒ来るな。 OK。ただ掛川も1球団競合、2球団での競合という形になるだけでしたね。はい。ということで、あとはちょっと注目していたところが残っていればと思うんですが、ピッチャー注目どころは取られましたし、もちろんこの矢津かな、はい、という選手も取られてしまいましたと。で、あと野手でちょっと注目していた選手が何人かいるんですが、まあ、おそらく福谷取られてますね。はい。佐竹取られてますね。佐竹は将来性も良かったし、いい選手ではありますが、打撃がかなり低そうなところはありますね。はい。ということで、もうこれは取られちゃったので、あとはもう高卒の将来性がいい選手を取りまくります。ピッチャー、まずはピッチャーいきましょう。ピッチャーは何人いても本当に損はしないというところなので、はい。これでもうピッチャーの指名は終了です。さあ、この辺で将来性がいい選手いれば、まあ、社会人ではありますが、取ってもまあ悪くはないんですけどね。はい。取りましょう。今年は野手指名できてないので、1人だけ社会人丸という選手を取りましょう。豊田、ん？豊田でいいのか。あ、大学生か。まずこちらだ。はい。そして社会人の丸も言っといてもいいかもな。まあ言っときましょう。今年は結構自由契約選手も多かったので、その分取りましょう。まあ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 、1人、即戦力級のピッチャーを補強して、あとは育成で取りましたという、いいドラフトになったと思います。さあ、こちらからの申し込みはダメだけど、相手方から来たものは考えてもいいということで、でもまあこれは今村投手の方がいいかなと思うので、違う、拒否。
結構積極的にトレードは行ってきますと。さあ、あれ発掘してるよね。なかなか出てこないというところであります。さあルーキー見ていきましょう。西野高卒いいですね。はい。で土肥、おお400超えてくる、280ある。これはもう早速ローテーション入ってくると思います。で溝口もなかなか良いと、はい、いうことで、まあまあここはもう悪いものをどんどん直していこうというところであります。ただこの土肥でいいのかな、読み方、はい、に関してもちょっとスロースターターとか一発があるので、まずはそこは直さないといけないかなと思います。さあこのピッチャーは中継ぎということで、はい、まあ、クイックでも上げていきましょう。お、土肥は普通にいいピッチャーですね。これ悪いところ直していけば本当に即戦力で使えそうな感じがあります。はい。で、豊田、おーいい選手、大学生ミート型、あいいね。ちょっとパワーいいには持っていって、まずはオールいいにはしましょう。はい。で三振決して粘り打ちというところは間違いない、2人ともですね。島脇は微妙だったな。これはもう即自由契約もある、来年。やっぱ社会人将来性丸はそんな良くないですね、こうやって見ると。ただパワー型か、まあ、うまく育てればというところはありますが、はい、 OK で、なんか入れられるので入れてあげましょうというところで、まあもうどんどんこの辺は使えるところは使っていくとっていう感じでいきましょう。今良かったのは豊田という選手かな。はい。さあ帰国選手はおそらくいないはず。抑えピッチャー取らないと困るんだけれども、マジか、仕方ないな。じゃあまあ中村翔成選手とかが育つまでのキャッチャーでも見つけてみますか。はい。さあということで FA ですね、陽大館選手。いやーここはもうずっと外野のレギュラーだったのでなかなか辛い部分はありますが、いいでしょう。中日に、まあ、ただ、B ランク選手ということで、昨年の中村翔成選手のようなちょっと獲得を狙っていきましょう。はい。誰かいるかなと、ネオ選手とかね外れていないかなと思ったんですが、さすがにプロテクトされていますと。はい。中日編はやっていたからな、なんとなく、わかるっちゃわかるんだけれども、どのあたりだったかな、どのあたりが育つかと言われると覚えてないな。近藤選手、アチラ投手、まあいいか、もうお金でいいか、自球団で育てていこうということで OK。 ハミルトン、さあこの時期は各球団助っ人外国人選手の補強が盛んですと。これは別にいいかな。はい。で、自由契約選手の交渉、そういえばさっき野手ちゃんと練習設定したな。 OK いきましょう。さあうちから大量にまた自由契約しているので、まあ各球団に行くんじゃないかなと思います。間違いなく大城選手あたりはどっかに取られるでしょう。はい。これ外国人枠じゃなければワンボーロン選手とかはありなんですが、あ、堂上直道選手はさすがに取ります。はい。コーチ要員にもなると思いますし、1000試合出ていて、何より内野の守備固めで最強の選手だと思っています。守備職も持ってますし、まあ、一応代打もあるということで、これは素晴らしい契約。まあ、星の数も300近いと。あー三島選手も最高にいい選手ですね。はい。普通に中継ぎピッチャーでうちだと、スタメン級に入ってきますと。あとは熊代選手もいますが、戸上投手、
でも272だったらやめとこうかな。はい、さあよし、 OK。 どの上選手と三島投手いい活躍をしてもらいましょう。さあそしてキャンプ、まあこのまま大丈夫というところでしっかりと組んできたので、はい、今獲得した選手たちだけとりあえずどうにかしようというところではありますね。打たれ強さアップがなんかすぐできそうなので、まあそこはシーズン入ってからでいいか。ちょっと悪い特能が多すぎるんだなこれ。はい、のでさすがにそれを直しましょう。三島投手はまだまだいけるかな。まあ来年までは全然いける。移籍覚醒、おお本当だ、さっきよりは8個上がってる能力が。はい、星の数でいうと8上がってますね。移籍覚醒なんていうのもあるんですね。ピッチャーはそこ、野手でいうと、誰を取ったかというと堂上直道選手ですよ。これで堂上直道選手と、坂本選手、はい、これねドラ1共演ですよ。ある意味逃した堂上選手が入ってくるという。お、万世型いいですね。坂本選手がね確か今年から能力は落ち始める気がする。来年にはもうかなりというところですね。はい、堂上選手はと言いますと、もうひたすら守備を上げたいんですけどね、個人的には。それでいこう。堂上選手はひたすら守備を上げるんですが、ただなんかいい得の取れるならというところはあるけど、まあ守備要員なのでこれでいいでしょう。はい、総合守備練習でいきましょう。で、内野の守備固めで何年間か使えればいいなと思います。 OK、 オーストラリア、堀岡疲労回復10上がりってやば。あ、ミッシーマンフォアボール、キャンプだけでなくなった、素晴らしい。いや、いいですね、やっぱキャンプは育ちますね。いや素晴らしい。あ、岡本選手広角打法ナイス。さあ増田大輝選手はもう完全に守備走塁要員で育てておりますと。豊田選手パ、島脇パワー20、何20って、何島脇パワー20ってやば、覚醒した、まさか。20って何、島脇どこにいる、島脇ルーキー、ああ社会人か、なるほど、パワー型でとなってくるとあるかもしれないこの選手も。はい、という感じでしょうか。はい、オッケー、ということで、またですね次回、しっかりとオーダーを作るところからやっていきたいなと思います。中村翔成選手はまだ1軍ではないかな。はい、まあ、守備の小林選手、打撃の小高というところで、レギュラー住谷銀次郎選手を支えていくという形になるかなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。いやー、ジャイアンツ編結構育ってきましたね。今後かなり楽しみなところであります。ぜひぜひ皆さんこれからもご視聴よろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。プレミア12も応援しましょう。アディオス。